夜の髪型は秘密です。絶対もう見えてるやん。うん、見えてない。もう上はもう隠してる。あー、コメントが見えなくなった。どうですか。こんにちは。あー、あー見えちゃった。ねえ、ジオン、あれ貸して。どれ。あ、違う、これ貸して。あれある？これ？ヘアゴム。あ、ゴム向こうやん。うん。ヘアゴムありますか？絶対持ってない。絶対ない。こんにちは。あ、ヘアゴムある。ヘアゴム。ヘアゴムあるよな。はい。あ、ちょっと待ってください。はい。やった、あやぴょん。あやぴょんはヘアゴムがあるらしいです。ハゲンダッツがあるよ。これはミヒナちゃんが。ああ、ヨウキさんありがとう。これミヒナちゃんが初日の時に買ってくれたハゲンダッツをちょっとだけ食べようかなって思います。マカダミアの味です。今日はラストなので、 B2 ラストだ。ハゲンダッツマカダミアナッツです。C って書いてます。アイスタイム、ユウさんありがとう。マランガ女子ありがとう。ウェイルインパッケージマランガ女子、いただきます。で、あ、間違えた、メイクが出ます。ディオン1,2,3 はい。なんかリクエスト来た。死ぬ。最近マジでベロかも。めっちゃ美味しい。これマジチーズ。え、これチーズ味がする。トモさんありがとう。チーズ味がする、やばい、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。じゃこれで。めっちゃ怖いねんけど、どうしよう。チオンはバラララ、いバラララ、いバラララ、いラララララララ、カメノージオンでエクササイズ。はい、いちごが食べたいな。いちごがここにもないな。ない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 。おもろい。저녁공연끝나고쇼룸조금만할게요。あの夜公演終わってちょっとだけショールームしたいと思います。明日はすごいことがあるので、ちょっと明日のために練習しないといけなくて。ケンさんありがとう。クマだ。今日昼の時はポニーテールでした。これマカダミアナッツなんですよ。でもなんかチーズの味がするんです。めっちゃ美味しい。韓国のマカダミアのマカダミア。ジョアパルケガーさんありがとうございます。今日の昼は何でかというと、最初のお披露目の時のポニーテールをみんなに見せたかったので、最初のお披露目の日のポニーテールをヘアにしました。昼公演ね。今日は B2 ラストなので、7期生との一緒に公演、劇場公演出るのもちょっとラストですね。アベベさんありがとう。もうないっていう感じで、どうやって感じですか。ポニーテールの仕様みめっちゃ可愛くて、ありがとう。なおちゃん、ラストのシンキルは誰とでしょう。楽しみにしてください。ドーナツ食べてます。何味。あ、1本多かったの、惜しい。うん、ゆうちゃんありがとう。今日はシオンタン推しでしたよね、ゆうちゃん。やった、ゆうちゃん大好き。
間違えた。そう、M 行ったらアンジュちゃんがおって、そそいっそいっそ、寂しびりでいいっす、これ、あんま。ショーパンの写真、のっけってね、のっけってね、期待してます。ありがとうございます。抜けます。スタバのチョコレートドーナツ、あ、スタバのドーナツ美味しいよな。クッキー&クリーム美味しかった。ジオンに向かって蜃気楼の思い出を。思い出。絶対間違えてる気がするね。ジオンが蜃気楼の時目あったらめっちゃ笑ってくるんです。こっちのセリフです。ジオンちゃんが蜃気楼の時目あったら笑ってくるんです。違う、ジオンがニヤニヤしてるから笑ってんだよ。ニヤニヤしてます。私のこと好きすぎん？ねえ、ゆいなさんと韓国料理とか食べたいな。え、なんか溶けた。お名前イーシアンです。やっぱ漢字しかないから分かんないのか。夜の髪型は何だと思いますか皆さん。かけた。夜の髪型を期待してください。これ本当美味しい。みんな食べてね。マカダミアナッツ本当に美味しい。バニラかな。いっぷけ잘먹는다。レイコさんと食事行けました。優勝を目指してます。日本のハゲンダッツいくら？200円。2000원 3000원。ホドマルボダマシト。ホドマルは淡白한데이거는치즈맛이나요。ニューヨークチーズ맛。韓国ハゲンダッツめっちゃ高いのよ。300何チャルぐらい。まーちゃんハートありがとう。さとぽんありがとう。まーちゃんハート100個ありがとう。あ、でもこれ小さいやつなんですけど200円ぐらい。何グラムかなこれ。小さいです。めっちゃ小さい。もう手のひらぐらい。え、わかる。漢字っていざ書いてみると合ってるか。え、マジでわかる。めっちゃわかる。めっちゃわかる。だからかアベベさんハートありがとう。小学校の時とかに、ね、漢字アベベさんハート早くありがとうございます。それでね、なんか潮見に似合う髪型ポニーテールも似合いそう。ヒルにポニーテールしてました。変えていくみたいなやつが。そう、その漢字がなんかもうその1え、日本物価安いんかな。もうそれ見すぎたら、これってなんでこういう字になったんやろ。そうかな。私ってなんでこういう字になって、私がこれになったんやろって。ちょっともう考えすぎて。いつ見ても可愛い。岡くん、また会いに来て。本当に美味しい。もうなんかバニラみたいな、バニラとチーズみたいな。日本はハゲンダッツが多いんですよね。アベベさんダルマありがとう。で、そうね、今日最後じゃないですか。マコチに急になんかプレゼントをもらいました。アベベさんありがとう。ミンミンさんありがとう。明日から本格的チーム M。 いやでも7月の16のあのコンサートの時からチーム M だったんですよね、実は。でも劇場公演のあの切り替えとかもあるし、またそれは行けなかったんですけど、その時からシオンはチーム M だよって言われて、マネージャーさんから。ゆうちゃんさんありがとう。ゆうたさんありがとう。アベベソンダルマ100個ありがとうございます。ねえ、まこちほんと優しいね。このなんかパールの入浴剤らしくて、でも本当に嬉しくて、なんか最近シオンがお風呂入り始めたんですよ。
入ってなかった。入ってたけど、湯船を使ってシャワーを浴びて湯船を使ってなかったから、あの本当に最近は疲れを取りたくて湯船で20分ぐらいマッサージとかもしてたんですけど、うん、韓国から、韓国人は結構シャワー派が多いと思う。そやで、だから湯船あんま使わないし、でもやっぱ疲れを取りたくて最近湯船を入ってます。で入浴剤もらってすごくなんか嬉しい、以心伝心。で手紙も書いてるからちゃんと見てくださいって言われて、手紙ちゃんと家で見ます。マカダミアナッツ、シオンマカダミアナッツが好き。何だよ、何だよ、何だよ、何だよ。 M の初日予定あっていけない、配信で見てね。 B2 いなくなるの寂しいよ。 M も好きだけどレイクさんは若ぽんさん推しです。お、ヒデさんまた第3推しがシオンになるんですか。 M だから3推し。なりゆきさんありがとう。沖縄もシャワーのみか。入浴剤私入れたことないんですどうやって入れるのか今日初めてです。湯船使ったらついつい 長いこと入ってしまう。あーなるほどね。いや長くなるのかな。逆に B2 ラストやね。そう今日 B2 ラスクです。ラスト。チーム M もシオン推しです小さい声で言うな。私の T シャツ見てください。ドーナツですレッスン着に今日は来ました。で今日は差し入れで朝からドーナツを買ってきました。まだ誰もドーナツ食べてないんですけど、誰が何を取るか楽しみです。超楽しみ。何を選ぶのかみんな。髪染める、まだわかんないですね。まだ黒髪でやりたいなって、いろんな髪型を。韓国も温泉は行く人は行く。私も家族で行ったことが多いです。コロナ前は結構家族と温泉行って、その後は大きいとんかつとか食べたりして、来月は8月なんでドーナツが強くなるってことで、チーム M はケイト推しなので控えめ。ネイラトゥ、ネイルはまだ私予定はないんですけど、やっぱあのシオンネイルをしたことがなくて。アベベさんありがとう。自分でネイルしたことはあるけど、なんかネイルの管理の方法わからなくて、お店でやってみたかったんですけど、昔の若い頃は高いなと思って行ってなくて。ゼッタさんハットありがとう。でもなんか大人になったし聴覚もしたので、白い色とかもやってみたいなとか、薄ピンクとか、今夏だからちょっとスカイブルーみたいな淡い青色とかも可愛いなと。で紫と白を使用のペンライトなので、紫と白も可愛いんかなって思ったりして。うん、シオンのネイルとか髪型とか真似されるの嫌って書いてるんですけど、
私の真似してくれるの本当に大好き。もうなんか愛を感じるので、ぜひおそろちにしてほしいです。おそろちにしてくれたらすごい嬉しい。みんなとおそろちになって好きやなって。シオンキャンプ出ます。ほらミヒナちゃんが初日の時に差し入れしてきたので、今日初めて食べた。アキラさんありがとう。キャンプは楽しみです。リアルオナ司会の時にネックレスお揃いにしてる。あ、そういうこと？そういうことなん？一緒にやりたくて？え、じゃあ絶対あのネックレスつけた方がいいやん。え？違う。トッキンのネックレス、なんなんで、あ、シンのやつ？おそろちして公園来て。ヘンプ着てるんだ、ダート。と、コギガテが負けち。8月のキャンパチ合宿の時に、またバーベキューとかするのかな。また肉食べたい、楽しみ。シオンも食べる気しかない。でも8月からまたちゃんとあのダイエット今日は頑張る、極めるって決めたんで、またあのダイエットして、またちょっと休んでやって、そういう感じで最近はゆるゆる健康でやってるので、また休める時は休めるし、キャンプの頃やったら多分ダイエットが終わりましたって感じになるんかな。 BBQ さ、シオン本当に役の上手だからな。 M で照明落ち経験したい。え？照明落ちって何？シオン今日はありがとう。ゆうちゃんこちらこそありがとう。看護師してくれてありがとう。小切れ気でやるのがさ、맞아요맞아요。あ、シーンの蝶々、あ、そうやな、あれ一緒にしてくれたんよ、蝶々のやつ。お、じゃあお話会で一緒にまたやろう。蝶々つけると思うので、안녕하세요。 TikTok めっちゃ可愛すぎ問題でした。ありがとうございます。また TikTok 見てください。めっちゃ頑張った。出口さんが照明消すんですよ。え、なんで照明消すの？どうやって消すの？あ、滑った時の、そういうこと。え、シオンは滑るんかな。ちゃんと楽しに見えてた。そう、今日は内輪の裏もちゃんと楽しでした。照明が消えて真っ暗になるやつ、まあね。どうやったらそうなる。事故でしたか？事故だったのかな。まあね、今日は夜にまた楽しんでいきます。自信あります。滑りません。私は滑りません。夜公演も頑張りますので。ロゼミ얘기하면맨날조명거야。あ、진짜。そういうことね。面白くなかったら照明さんがあの照明を消すってことね。すごいじゃん。すごいな。え、シオンも照明消したい。頑張ります。でも面白いことを話すように頑張るんですけど。照明消されるの面白いな、本当に。頑張ります。楽しみます。夜来る人を、私の髪型も期待してください。どんな髪型なのか今日も予想して当ててみてくださいね。 B2 ラスト頑張るぞ。今何分してますか？もう夜公演終わってもうちょっとだけやりたいんで、ヒント？나공연때머리。ヒントは
昼公演の時の髪型です。20分。じゃあもうそろそろ終わりにしましょう。20分経ったので、はい、どこや順位が。13位、ぴょんどくさんありがとうございます。12位、いなちさんありがとうございます。ドーナツ。11位、マイコルさんありがとうございます。10位、アルダファーさんありがとうございます。9位、マヨネーゼさんありがとうございます。ドーナツ。8位、アンジニョンさんありがとうございます。ドーナツ。7位、まーちゃんはしおんしさんありがとうございます。ドーナツ。6位、さとぽんさんありがとうございます。ドーナツ。5位、アベベさんありがとう。ドーナツ。4位、ともさんありがとうございます。ありがとう。ドーナツ。ゆうちゃん、浮気者じゃないよ、シオンしか見てなかったいや今日はね、今日は許します。今日は大好きマンダシでした楽しでした。ありがとう。夏。2位、ケンさんありがとうございます。1位、マラガジョシジョーさんありがとうございます。ありがとう。夏。ありがとう。これも本当楽しい、もう美味しかった。ミーナちゃんありがとう。あのマカダミアナッツのハゲンダッツめっちゃ美味しかったので、みんな食べてみてください。今日の塩カツです。そしてまこちにもプレゼントもらったの、ありがとうございました。あとでまた入浴剤のどうだったのか感想を言いますね。夜公演も頑張ってショールームしたいと思うので、終わってまたね、バイバイ。